ジェンナーロッパピはイタリア出身の指揮者。ナポリの生まれ。地元の音楽院でカミロデ・ナルディスに音楽理論を学び、1906年にナルディスの水居によりサンセベイロの合唱団の指揮者となった。1910年にミラノでベルディの椿姫の上演を指揮してからクレオフォンテ・カンパニーニのアシスタントに抜擢され、オペラ指揮者の経歴を歩むようになった。 1912年には、アルトゥーロ・トスカニーニのアシスタントとして、アルゼンチン旅行に帯同し、そのまま、トスカニーニの下で働くようになった。1913年にはトスカニーニが、メトロポリタン歌劇場の主席指揮者に就任したのを、受けて、アメリカに、活動の拠点を移した。1915年に、トスカニーニが、メトロポリタン歌劇場の主席指揮者の座を辞任すると、 その公認として、イタリアオペラ担当の主席指揮者に就任し、亡くなるまで務めた。ニューヨークの自宅のアパートで救世したが、その日は、ベルディの、椿姫の指揮をする予定であったという。パピの救死を受けて、同僚のエッドーレ・パニッツァが、代役で振り、キューバをしのいだ。エド・ゴール・ターーマン・ザ・マ・ギング・オブ・キール・オペラ・ハウス、ズリーブリス・コーポレーション、P131。ありがとうございます。